始まりましたメカニック TV。 今日はね、イベレポハイパーミーティング in 筑波サーキット。今日もね、面白い車がちょくちょくあっていろいろ紹介したいんですが、今回私の産後展示してるんだ。で、前回のお披露目動画でバッサリ切られてたからさちょっとね、ポイント紹介していこうかな。実はこれ中が結構おしゃれでね、これね、FRP で作ってもらったんだ。ワンオフ。なんかニスモとかだと元から2人乗りなのね、3号って。だからリアシートがついてなくて、こういうカバーがついてんだけど、そのカバーすごいかっこいいんだけど、ニスモを乗ってる人にしか売ってくんないので、ついでに塗装。これおしゃれでしょ。これ本当はもうちょいあのビスで止まったりするんだけど、そこまではしてないから取り外し可能。あとはね、スイッチのところのね、ここと同じ色だね、このキャンディーブラック、キャンディーブラックをついでに塗った。これを塗っただけでね、一気に内装がおしゃれになったぐらいかな、私のポイントは。で、今回これ産後展示してるんだけどね、まだほぼノーマルなわけさ。ちょっと塗っただけで外装はノーマルなんだけど、すっごい人だかりになる。やっぱ産後って人気なんだなって、かっこいいんだなって。だってノーマルだよけどね、すごい人が来るんだな、産後パワーってすごいなって思って、まあ、こういう感じで出店車両が何個かかっこいいの見つけたから紹介していこうかな。とても説明しやすいものを見つけたよ。じゃん、エンジン。これはね、 4G63、ランエボとかに使ってるエンジンかな。こうやってあるとすごい分かりやすくて、エンジンオイルが漏れたりとか してくるって何回も言ってるんだけど、その場所とかをこういうのがあるとすごい説明しやすいじゃん。一番漏れるのはこのヘッドって言ってね、まあ、ロッカーカバー、ヘッドカバーのここの間にガスケットが入っているんだけど、そっから漏れるのね。で、これの場合ここはよく見えるんだよ、エンジンルームから。けどこっち側が見えないから、そこをどうにか下回りとかから見てほしい。これがさ、メカニック TV 撮影してるあの工場にあったらすっごい説明しやすいねし、カメラマンもありがたくない撮りやすいね絶対。あとはまあオイルパンとかさ、水平対向エンジンだねこれ。あ、すごいじゃんこれさ、もうなんかメーカーにあるような。で、普通プラグってこう上についてるけど、水平対向エンジンはこの横についてる。で、私ね、水平対向エンジンあんまいじったことがない、整備したことがないから全然わかんないんだけど、勝手な私のイメージはもうここにある時点でフレームに当たりそうじゃないとか思っちゃうんだけど、多分当たらないような作りをしてくれてるだろう。ほら、思った通りじゃん、超フレームに当たるよ。何これ、 IG コイル短いのかな、そんなことある。水平対向エンジンの IG コイルすら見たことないことに今気づいただってもはや IG コイルすら見えないっていうね。やりたくないなんかコメントで水平対向エンジンのプラグ交換見たいですって書いたから、まあ、やろうかと思ってたけど、今見てやりたくないなんか大変そう。エンジン下ろさないとダメなの、どうにかできるのかな。スタッフがどうにかできますって言ってるけど、やらせようとしてるでしょ。交互期待。次はね、洗車、洗車の実況みたいなのしてる。シュアラスタよく聞くよね、まあ、これじゃん一番いいやつ、粘土クリーナー。ワックスする前にこれでちょっと滑らしながら、過去の動画で私が粘土クリーナー使ってるけど、これはね本当良かったよ。てか500円なんだ、意外と安いんだ。ここだけ特別価格かも、イベント特別価格500円。ああ本当はいくらするんだろう。だいぶすっきり。
一番のポイントはこの外観かなと思ったら実はエンジンだと。